本日は、甲子園、俺のベストナインはい、ということで今年の甲子園のベストナインを、僕の中のベストナインを発表していこうかなというふうに思っています。まあ、題して、俺の甲子園、侍ベストナインです。えー、っとですね、 よく、甲子園が終わると、いろんな、スポーツ紙、ニュースでベストナインが発表されているんですけども、その大会で一番ポジション別で活躍した選手を選ぶっていうのが、普通だと思うんですね。打率が高いとか、守備がいいとか、三種をたくさん取った優勝したとか、だと思うんですけど、僕の中では、違う目線で選ばせていただきました。100%! 個人の推し、好きだったプレーって <laughs> 選ばせていただきました。それでは早速発表していきたいと思います。まずは投手部門。投手は2人選んでおります。右ピッチャーと左ピッチャー。右投手俺のヒーロー高尾くん でございます。はい。広陵高校の S、高尾くんでございます。先行理由、熊本工業戦、1点リードの9回1アウト2、3塁のピンチから2者連続三振。ここのシーンでございますね。えー、調子が良くなかったと言っていた高尾くん。しかし、高陵の全てを背負ってきた高尾くんの 集大成を見れた瞬間だった。でございます。はい。えー、一年のね、春から背番号1をつけ、三年の夏まで、一回も譲ることなく、マウンドに立ち、立ち続け、投げ続けてきた、あの、高尾響という男、ね、えー、甲子園最強投手と、僕は呼んでいるんです。最も響く投手と書いて、高尾響。ね、最強投手なんですけども、まあ、ずっと地方予選から、 状態が上がってこなかった。そして、高尾くんの対策も、やっぱり今年はされ続けたと、えー、恒の中井監督がおっしゃっていたんですが、まあ、あのー、ピンチを背負ってからの、高尾くんの、インズバー、外への変化球、痺れましたね。あの、魂の2者連続三振、これが先行理由でございます。続きまして、左投手、大熱湯甲子園、真庭くんでございまーす。 先行理由、大激戦の連続の中、日本中を巻き込む粘りのピッチング、打者としても、早稲田実業戦、延長11回、自らタイムリーを放ち、サヨナラ勝ち。93年ぶりのベスト8を決めた、大社の大黒柱、でございます。今年、日本中を巻き込んだチームといったら、大社だったんではないんでしょうか。 え、あの、熱戦、熱戦、熱戦、間庭、間庭、間庭、今日も間庭で行くのかと、ね、え、いう中で、大熱戦でね、追いつき延長タイブレークで勝ち越し、なんていうゲーム、その中でも、投げ抜いたっていう、間庭くん、ここはもう大熱闘甲子園、だったというふうに思い、先行させていただきました。保守、群馬の要、箱山くんでございます。先行理由、 初戦の英明戦の守り。英明が6回2アウト1三塁からダブルスチールを仕掛けてくる。セカンドがカットに入り、ホームに送球。ショートバウンドになるが、箱山くんがうまくさばいてタッチアウト。やっぱり箱山くんってプロ注目で、えー、選抜も優勝してて、打撃も売り、なんですけど、今大会ね、あのー、 強力打線、県大高月がなかなか点数を取れなかった。あ徹底マークされて、しかも初戦の英明戦は、エースのね、聖家く君が、ものすごくいいピッチングをしていた。その中で、あの、英明がダブルスチールを仕掛けて、難しいボールだったんですよ、ショートバウンド。それを、いとも簡単に、ショートバウンドを合わせながら取って、そのままタッチプレーに行った。これで、えー、結果は1対0。 なわけですから、すごい大事なプレーになったと思いますし、県大高崎が春優勝したことによって、県大高崎の要としてだけじゃなくて、群馬県民みんなの気持ちを背負ったあ要として出たプレーだったんじゃないかなというふうに思いました。続きまして、一類主部門、津軽の大砲、原田くんでございます。先行理由。 石橋戦の特大先制ホームラン、この夏甲子園で一番飛んだ打球なのではないかでございます。えー、やっぱり、あれだけね、飛ばないバットと言われてる中で、完璧にね、えー、甲子園の最深部に届かせた打球というのは、すごかったと思いました。2005年の青森山田の手法、柳田選手の国士観戦バックスクリーンを思い出しました。 青森山田の手法といえば、平成の柳田、令和の原田ではないんでしょうか。続きまして、二塁手関東一の横飛び、小島くんでございます。先行理由、再三の攻守日。特に、明徳義塾戦でのスーパーファインプレイ、明徳義塾の攻撃、7回裏、ワンアウト一二塁、打球は完全に 一二塁間を抜ける当たりだったが、小島くんが横っ飛びでアウトにする。この回、4番に代打を出して、バントをさせるほど、ま淵監督は勝負に出ていた。その流れを断ち切るスーパープレイになった。ということでね、あのま淵監督がね、もう送りバントのサイン出した後に、バッターに、構えろ構えろつって、やれつって、 あ、のー、その番とかね、失敗に終わるんですけど、その時にまぶち方がクサーって叫ぶ。まあ、そういった、あのー、シーンがね、このプレイの前にあって、えー、勝負仕掛けてきた名徳義塾。しかも1点差っていう、緊張した場面で、えー、起きたビッグプレーだったので、選ばせていただきました。続きまして、三塁手、ミスタースクイーズ、その山くんでございますね。先行理由、創生観戦で2度のスクイーズ成功。 8回表、2対3のビハインドでの同点スクイズ。10回、タイブレイクでも2打席連続スクイズを決める。早稲田実業戦では、逆にタイブレイクで相手のバントを失敗させる好守備。えー、創成館の試合もね、タイブレイクに行って、え、2回ともね、体を入れたアウトコースのボールに食らいついて、え、決めたスクイズ。そして、総実戦では、 相手がね、タイブレイクノーアウト 12A、サードにバントしてくる。しかし、もうチャージをかけて、三塁封殺にするっていう、相手にも、流れを持っていかせないっていう、えー、う守備をした、ミスタースクイズ、その山くんを選ばせていただきました。また裏話ではね、えー、本当は石飛監督もスクイズさせるかどうか迷ってたんだけど、え、チームメイトの藤江くんが石飛監督に、監督のチームなんで思いっきり再配してくださいと言って、え、勝負のスクイズに出たと。 それで決まったからすごい嬉しかったというコメントも見ました。続きまして、ショート、相模の虎、斉田くん。えー、先行理由、走行手でハイレベルなプレーを連発。初回からチャンスを作る打撃。逆に相手のチャンスを消す守備。その守備範囲は、左中右。3回戦の交流戦では、ワンアウト3塁のピンチの場面で登場したエースの高尾くんのストレートを 初級詰まりながらライト前に持っていく勝負強さがありました。小学生の時はタイガースジュニア。高校は東海大相模という理由から相模の虎でございます。レフト、上村のタイムリー、上川床くんです。先行理由、全試合タイムリーの打点男。戦ってきた5試合全てでタイムリーを打った。勝負強さと打撃力。 2年連続ベスト4の立役者。やっぱりね、え上村学園全体では、チームとしては打率がなかなか上がってこなかったという状態だったと思うんですね。苦しい展開になった試合もあったんですけど、え上川床くんは、そのチャンスで回ってきたところをしっかりとものにしたというところが印象的でございました。続きまして、センター、新潟のドカベンヨシ豊島くん。 でございます先行理由。強力、花崎徳春打線を抑えた、守備位置と範囲、えー。徳春の打者が打った大飛球がことごとく、豊島君のところに吸い込まれていく。その守備位置と、まあ、その守備範囲ですね。えー、50メートル5.8秒を生かした足で、好守備連発。打者としても、絶妙なセーフティーバントや、大きいリードから、 相手の牽制をもらい、プレッシャーをかけ続ける。うまくスライディングし、タッチをかわす、高盗塁。吉常の発想飛びを彷彿とさせる躍動感だった。リードもね、えー、本当に基礎中の基礎で、盗塁しないときは大きいリード。盗塁するときはちょっとリード小さく。牽制をね、もらわないようにするとき、ためとか、いろいろあるんですけど、その中でも、大きいリードから、あー、盗塁を、果敢に攻め、 一回ギリギリのタイミングでアウトかなっていうシーンがあったんですけど、足を直前で入れ替えるっていうね、えー、タッチをかいくぐるプレーも見せていました。そこが印象的でしたね。ライトですね。小松のブラックホール、石浦くんでございます。はい。先行理由。相手に流れを作らせなかった守備ですね。小松大谷と大阪桐蔭の一戦。大阪桐蔭が攻撃の3回。 2アウト3塁。4番、徳丸くんの第球を配送キャッチ。ここがでかかったですね。えー、この時はスコアが0対0だったんですけど。徳丸くんのあの打球を石浦くんが配送キャッチしてなければ大阪インが先制するという流れになっていた。そこをね、えー、取ったというところ。そして7回に小松大谷が先制して2-0で、その裏ですね。7回裏、大阪インの先頭バッター、岡江くんの ライト線の打球を難しい体勢からキャッチ。抜けていれば三塁打コースだった可能性がある中で、のプレーで大阪トイに流れを作らせなかった。打者としても全試合で得点しており、弾とホームベースに吸い込まれているようだった。ということで、小松のブラックホール。意味をつけさせていただきました。以上が野手部門となります。そして最後ですね、えー、応援部門も、 二つやりたいと思います。二組選ばせていただきました。滋賀のカリスマ団長、荒井くんでございます。選考理由、応援も高校野球の一つということを改めて教えてくれた。自分の気持ちをバットではなくメガホンに変えて戦う高校球児はたくさんいます。日の目の当たりにくいアルプスで戦うプレッシャーは苦しいと思いますが、 選手として、団長として、すべてを背負った渾身のキレキレダンスでした。あのー、やっぱりね、アルプススタンドっていうのは、えー、誰もがグラウンドに出たいし、誰もがグラウンドでやりたいと思って3年間やってきた。でも、できないということが決まる瞬間がある。それが、背番号発表の時だと思うんですけど、そこで一回覚悟を決める。じゃあ、どうやって戦おうかってなった時に出した答えが、あの、 シガーアルプスのプレーだったというふうに思い、すごくいい高校野球だったなというふうに思いました。さあそしてもう一つアルプス部門。大社アルプスでございます。先行理由。平日でも3000人近いアルプス応援団。大体いい土日に大社の試合はあったんですけど、まあ最後の方はえ月曜日かな試合あったんですけど、それでも3000人近いアルプス応援団が来てたと。 大人になると仕事やお金がもちろん大事。しかし、それよりも大事なことがあると教えてくれた大社アルプスの応援団ですね。もうすごく好きな、あーシーンでして。えー、試合がね、4試合かなあ ?1 回だけじゃなくて4試合ともね、あの応援団を作り上げれるっていうところ。まあ、5時間かけて車でね、来てる人たちもたくさんいただろうし、仕事を休まれた方もいただろうし、えー、行きたくても、 行けなかっったたたた地元民たちのののイオンででパブリックまで含め出雲の熱を感じた夏だった例えば高齢者の方とかねお子様方とかどうしてもお仕事を休めなかった方とかねそれでもどっかで地元で応援して参加したいんだっていうあのー、パブリックを含め、えー、出雲の全体の熱を感じさせてくれた あー瞬間でしたね自分の地元も本当どいなかなんですけど青森のどいなかなんですけどもし甲子園が決まったとしてあれだけの人数が、えー、動けるかって言ったら分からないわけで動いたからすごいと動かなかったからすごくないっていう話じゃなくてあの応援団を作り上げてみんなで一致団結して戦うっていうこの「一致団結」っていう言葉が今年の大社を象徴する。 んじゃないかなと思います。ま、あ僕の選んだ俺のベスナインはこのメンバーに決まりました。このメンバーで一回甲子園でやってほしい。<laughs> 皆さんもこんな選手いました、こんなプレイが良かったです、こんなところが好きでしたっていうのがありましたらどんどんコメントしていただければなというふうに思っております。以上、俺の 侍甲子園ベストナインでしたありがとうございました